はい、こんにちは。筋肉系 YouTuber の山沢です。今日はですね、ここフィットプレイス24大山店にて上腕二頭筋のね、今やってるガチトレをご紹介していきます。で、僕ね、最近腕だいぶ太くなりました。ついにね、パンプしなくてもね、40センチ超えてきたんですけども、その理由の一つにメニューをガラリと変えたんですね。今までやってきた二頭筋トレーニングとはかなり違ったやり方でやってきてるので、どういう目的でやってるかとか、その種目の紹介、コツなどを皆さんにね、シェアしていきたいと思います。では、まず1種目目にやっていくのが高重量のイージーイージーバーカール。イージーバーってこの W になってるバーのこと言うんですけども、こういうイージーバーとかバーベルで行うダンベルカールのメリットっていうのは高重量を扱うことにあるんですね。なので今日のやり方っていうのはあえてネガティブで効かせません。上げる方をポジティブ、下ろす方をネガティブって言うんですけども、ポジティブで発揮できる最大筋力を高めたいので、上げる時だけできるだけ反動を使わない、下ろす時はこう効かせてしまうとレップ数ね稼げなくなってくるので、上げる時だけゆっくり、下ろす時はストンと下ろしちゃいます。で、まず僕の場合40キロでやってきますけど、7、8レップがかなり重たいなって思うぐらいの重量設定で行ってください。ちょっとやってきますね。このね、ちょうどカーブしたところを持って、上げる時はなるべく反動を使わない、下ろす時はストン、体を起こして丁寧に上げてストンと下ろす。はい、で、今みたいなこうネガティブで効かせないやり方だとあまり筋肥大っていうのは起こらないんですね。なんだけど、さっきも言ったようにこれの目的っていうのはポジティブで発揮できる最大筋力を高めることだから、結局のところ効かせるって簡単なんですよ。丁寧に上げて丁寧に下ろすだけなんで、上腕二頭筋を効かせるってもう誰でもできることだから、先にパワーをつけてしまうことで結果的にね、上腕二頭筋の肥大につながりますから、これの目的はパワーアップ重視で行ってみてください。50キロでやってくんで、ゆっくりできるだけ上げて反動で、ちょっと反動使いますね。1種目目こんな感じで高重量のイージーバーカールを3セットで、2種目目やっていきましょう。はい、じゃあ2種目目はインクラインカールやっていくんですけども、これはもうずっとやってますね。これのメリットって上腕二頭筋に最大ストレッチがかかること。上腕二頭筋ってこの小さな力こぶの範囲じゃなくて、この肩からつながってるんですね。だから腕が後ろにあることによって上腕二頭筋最大ストレッチされてますから、それがメリットで、これはもう丁寧に上げて丁寧に下ろしてしっかり効かせていきます。できるだけ肘を固定して上げ下げしてください。で、サイヤマン流で上がらなくなったら縦にする、ハンマーカールにして、で、戻してゆっくり下ろすっていうテクニックで追い込んでいきます。では16キロでやってきます。で、もう1個ポイントがあって、足を上げると、まあ、骨盤が後傾しますから、よりストレッチかかりやすくなって、こちらのが効果的です。これでいきましょう。ゆっくり上げてゆっくり下ろす、肘動かさないように、特に上げるときですね、振らないように初動をゆっくり上げましょう。で、下に下ろしたときに脱力しないように、上腕二頭筋にテンションがかかり続ける範囲で止めます。で、上がらなくなってきたら縦にしてハンマーカールでゆっくり下ろします。ゆっくり OK、 はい、これが一番効きます今日ね、インターバルなんだけど、高重量割と扱いたい日は全部ね、3分のインターバルでやってきます。チーム3分経ったんで2セット目、よし、ゆっくり上げてゆっくり下ろす。力こぶにギュッと力を入れて
力を入れた力こぶがじわじわ伸ばされるような感覚で行います。上がらなくなったらハンマーカール、ゆっくり下ろして OK。 はい、はい、じゃあ3種目目はプリーチャーカールを行っていきます。プリーチャー台っていうのがあるんですけど、結構ないジムもあるのでこのインクラインベンチで代用していきます。でこれのメリットはもう肘が完全に固定されているので、どんな初心者の方でも効きます。ハンドを使いようがない種目ですね。でもう一個はワンハンドで行うことによって上がらなくなったら片手でアシストできるので追い込むのにすごくいい種目です。高重量も扱いやすいです。先ほども言ったように上二頭筋って肩からつながってるんで、肘が前にあるってことはストレッチはかかってない。なのでこの小さな範囲で動かすことになりますが、高重量扱えることと反動が使えないっていうのが最大の魅力の種目になってます。でこれベンチの角度ね60度になってます。で完全に肘を固定して上げる。で体できるだけ後ろに反らしてください。こう前についていっちゃうと余計ねストレッチかからなくなりますから、体は後ろで腕だけ伸ばしていく。ギリギリまで伸ばしてで上がらなくなったら片手でアシスト、3回補助しましょう。じゃあ反対も同様に肘固定して上げて、体はできるだけ後ろで、ついてる肘が離れないようにしてください。上がらなくなったら上げる時だけアシストして、下ろす時はね自力で下ろしてください。OK、 はい、これでねだいぶいい感じじゃないでしょうか。全部3セットずつやっていきます。はい、といった感じで今日のね上腕二頭筋のガチトレいかがだったでしょうか。全部ねインターバル3分で3セットずつ行っていくんで全9種目、まあ、最後ケーブルだけちょっとねパンプさせるためにやろうかなっていう感じで、今日のね腕のガチトレは締めたいと思います。でこれから本格的にね腕を太くしたいよっていう方の、まあ、目安の重量とすると、あの最初にやったイージーバーだったら、まあ30キロぐらいで頑張ってほしいし、インクラインカールは10キロ、まあ、最後のねこのプリーチャーカールも10キロぐらいを目安に行ってみてください。もうトレーニング始めたての方はそれぐらいの重量扱えないですけども、3ヶ月半年とか経って今言った重量ぐらいをね目安に到達してるとかなり腕成長してるんじゃないかなと思いますので、ぜひねどんどん重たい重量にも挑戦してみていってください。また今日みたいなガッシュでいいねと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。みんなもね腕太くするために筋トレ頑張ってください。また次の動画でお会いしましょう。またね。